どうも、構図です。今回ですけども、第18節鹿島アントラーズ戦プレビュー徹底分析ということで、鹿島戦のね、試合の展望をやっていきたいなと思います。目次です。新潟対鹿島のポイント、新潟ポイント予想メンバーといつもの4段構成でやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。新潟対鹿島ということで、首位町田と勝ち点35で並び2位につけている好調鹿島。すごいね。鹿島アントラーズのホームに乗り込む我が軍新潟と。ポポビッチ監督就任時はそれまでの成績からですね、まあ疑問視する声もあったわけですが、まあ手腕ね。鹿島の元来のスタイルと監督のスタイルがうまく合致して結果が出ているのだろうと、まあそういうふうに推察されます。上田関川という屈強なディフェンダーに得点力もある好調ルーキーサイドバックのノーノなどをはじめ、佐野海舟。そしてバナチンコンバートされた知念、そして鈴木優真などなど、まあ、選手が噛み合い、ここ鹿島の強さが表現されていると、まあ、非常に好調であると、一方の新潟は怪我人が多くてですね、総力戦の様相、継続、ルヴァンと天皇杯はなんとか勝ち上がっていますが、負傷者の復帰が待ち遠しいと、まあ、それだけどれだけの選手が今今節間に合うのか不明ですが、徐々に部分合流など進んでいる模様。鹿島は去年不甲斐ない試合をした相手でもあるが、この強度質ともに高い相手になってます。やっぱ鹿島を撃破して初めてね、やっぱこうタイトル獲得も見えてくるのかなと、てっぺんも見えてくるのかなというふうな、そんななんだろう、自らの力加減能力値を把握するにはすごく絶好の相手だとこういうふうに思います。連戦続きで満身創痍の状態に近いはずですが、ここで勝ってリーグ戦初の連勝をつかみ取りたいと。まだリーグ戦ね、今季初連勝、連勝がないんですよね。初連勝つかみたい。公式戦連勝とかあんのよ。リーグ戦ルヴァンカップみたいな、そこでの連勝はあれど、リーグ戦での連勝がないっていうのがね、ちょっと物足りないというふうな部分もあるので、まあ、なんとか、ここで初連勝を掴んでおきたいと。まあ、ただそれ、ここで勝つとですね、まあ、町田に勝って鹿島に勝つとなると、1位、2位に相手に連勝と。もうやれるじゃんっていう証明にもなるし、多分自信にもなるので、まあ、非常に重要であるというふうなところですね。鹿島のポイントいきましょう。プレスからのカウンター、そしてセットプレー、そしてディフェンスの跳ね返し力など、まあ、鹿島の得意なスタイルに加えて、その回収が攻守の要となっていると。まあ、いっぱい うまい選手はいるんですよ。鈴木優真もうまいし、もちろん早川選手もうまいし、気をつけなきゃいけない。仲間隼人にも気をつけなきゃいけない。そういうのあるんだけれども、やっぱ佐野回収じゃないかなというふうに思っております。そこが、まあ、攻守の要となっている点は抑えておかなければならないと。最近には名護選手がスタメン起用されており結果が出ているわけですが、控えにチャブリッチ、樋口、柴崎と、ベンチメンバーも協力。そこら辺が控えなんですかっていう、まあ、すごくね、豪華な構成になっています。脳の選手を得点力も警戒したいと。サイドバックながら5得点ですか。これは、新井直人選手と同じですよね。サイドバックの選手でありながら、サイドバック、ウィングバックの選手でありながら、それだけ得点力があるというのは。しかも、脳の選手に関して言ったら、ルーキーですからね。非常に警戒したい、乗りに乗ってる、新人と。タフに走れてゴール前に顔を出す嗅覚もあると。新潟のボール保持に対してどこを奪いどころにするのか、まあそこがね、非常に鹿島としては、狙いどころ、どこなのかなっていうのが非常に、まあ見どころでもあるんですけれども、ボール出しに優れる佐野海舟を起点とした、まあ攻守の切り替えの速さ、要は佐野海舟選手っていうのはなんかボール取るだけじゃないんですよね。ボール取ってパス出す。前線のどこにパス出したらいいかというところの、まあ判断力と、その、質。どちらも兼ね備えてる。だからすごく有能な選手ですよね。まあそこら辺も鹿島の強さであると。だから佐野海舟選手がどれだけ本来のプレーできるかで、まあ鹿島の時間が長くなるかどうかが決まりそうであると。いうふうなところなんですよね。非常にそこがポイントかなと。いうふうに思われます。もちろん、その個々の選手の強さもあると。いうふうなところですね。新潟ポイントいきましょう。怪我人続出の新潟、森選手もね、4週離脱が発表されて、全治4週間ね、天皇杯では主力の長倉選手も負傷交代したと。もう、鉄人長倉。ね、後半、残り15分ぐらいで、タックル受けて、でも交代枠使ってたから15分ずっと残って、で、延長戦入ったら交代したというふうなのもあるんですが、まあ、ね、中3日でどれだけ回復するかっていうのもあるので、まあ、さすがに鹿島戦は、
ね、その大事を取るのではというふうに思いますが、まあ、一方で小野選手、長谷川元輝選手、高木義明選手が合流したと、いうような報道もあるので、まあ、戦力復帰具合も気になるところであると。連戦続きで満身創痍の新潟ですが、ルヴァンは長崎に競り勝ち、天皇杯は北九州相手だが、まあ、J3 北九州相手ですが、PK 戦のせい勝ち上がったと。リーグ戦は久しぶりとなるわけですが、前回首位松井を撃破し、まあ、今回の鹿島戦は今季まだリーグでの連勝がない中で、連勝をつかむチャンストライでもあると。公式戦の得点が連発している小見選手が覚醒モード継続で、鹿島戦でも得点ができるかどうか、そして今季増えているセットプレーからの得点、渡辺元春コーチがね、非常にこうデザインして、やってるセットプレーからの得点っていうのを、まあ、屈強なディフェンス陣が控える鹿島相手に成し得ることができるかと、まあ、関川にしろ上田にしろもう跳ね返し力は J でも屈指ですから、そのあたりが注目ポイントになるのかなと、この勝負で勝ち切れるかどうかは町田選手の強度が求められるでしょう。十分にメンタル的な質も含めて準備して臨めるかも重要なポイントになってきそうであると、スコア予想は 3-2 で新潟にしました。ウィナー今回は買いました。今季の新潟得点力がさっきより上がってると見て、まあ、とにかく勝ち切るという試合に期待したいと。まあ、あとは北九州相手にね、そのターンオーバーいくらかしたとはいえ4失点という守備、そこのね、改善がどれだけ中3日でできているかというところも、まあ、注目したいと。まあ、なので、まあ、多少は失点があると勝ち切ってくれやというふうな期待も込めて、このスコア予想にしてみましたが、なんと倍率約27倍。僕が買った時点ではね、約27倍。で、一口200円だから、その200円買ったら5000円になって帰ってきます。という感じで。まあ皆さんもね、ちょっと試してみてはいかがでしょうか。当日はね、生配信はせず、ハブ新宿、区役所通り店さんに行こうかなと。関東アルビスタポの聖地に見に行こうかなと思ってますので。多分行く方多いんじゃないですか。わかんない。鹿島戦だから鹿島現地行くよっていう人も多いのかもしれないですけど、そういったところも含めて、あのね、ぜひ、楽しみましょう。もう勝ち試合が見たいということで、僕はハブで酔っ払うと、そんな予定になっております。予想スタメン行きましょう。新潟は小島、藤原、マイケル、デン、早川、まあ、デン選手戻ってくるんじゃないかなと。で、秋山、奥村、小見、長谷川元輝、谷口、鈴木と、まあ、長谷川元輝選手も、まあ、スタメンで出てくれると嬉しいなという、まあ、希望的観測込めて、ここ戻ってこれないってなると、どうしようかなってなっちゃう。どうしようかなってなっちゃうんだよな。秋山、島田に奥村一列前に出すかとか。でもまあ、さすがにもう120分やった選手たちもね、いますから、控えがもっと薄くなっちゃうんだよね、そうなっちゃうとね。とか、ちょっといろいろ悩んだんですけど、わかんない。その、高木選手も小野選手も長谷川元輝選手もどれぐらいのコンディションなのかわかんないけど、もうメンバー入りする前提でちょっと今回は考えてみました。一方の鹿島、早川、能の関川、上田、安西、佐野知念、諸岡名護、仲間、鈴木と、こういうふうな構成ですね。まあ、強い。まあ、強いよ。早川もすごくいいキーパーだしね。鈴木優馬も点取ってるし。で、ナーゴがね、結構好調。で、この控えにチャブリッチとかがいると。チャブリッチ、柴崎、樋口がいると。もうなんか、鉄壁だよね。で、松村とかもいるからね。もうなんか、盤石の筆。だからまあ、特にその、脳の選手の突破っていうところは、ね、新潟の左サイド、注意しなきゃいけないかなというところですけど、まあ、早川選手は、かなりその、サイドバックが板についてきたというか、そのスピードの部分は多分この組み合わせだったらデン選手がカバーしてくれるので、そのポジショニングだったりそのそういったビルドアップ参加っていうところではかなりいいクオリティを出してくれるのではというようなところなんですから、まあ、やっぱ願望としては奥村一列前で使いたいよなとはある。ただやっぱりそれはもう宮本の離脱が痛すぎるっていうのがある。まあそこら辺ね、もう夏の移籍補強でどうなるかっていうところ次第ですけど、まあ非常にポイントになる選手は鹿島も非常に多いんですが、やっぱり注目は佐野海舟であるというふうに見立てております。いかがだったでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。